ここに書いてあるんです。理想を追求したら人間にたどり着くと。要は意のままの意というのは人の意思です。人の期待です。その期待に対して車が返してくれる。そのためにはやっぱり人はどういう意思を持ってて、どういう期待をして車を操作しているのかというのをしっかり理解しないといけません。今までっていうのはその車の性能に対して人間が合わせるっていうことだったと思うんですけど、やっぱりその人に合わせてくれる車っていう作りまでを考えているっていうところがやっぱり今の発想と違うところなのかなっていうところで、それがマツダさんの考える人馬一体なのかなっていうところを思いまして、自分の愛車にそういう車になれたらいいなというふうに思いました。まあ、皆さんはこういうのを考えて運転してるわけないですよね。カーブを認知しました、じゃあハンドル切りますなんて考えないですよね。要はこういうプロセスをですね、無意識のうちに皆さんやられていると。無意識の操作に対してきちんと違和感ない車の反応というのが重要になってくるんです。意のままに操るということ。期待としてはハンドルを切って一定にしてずっと戻していくっていう予測をしているはずなんだけども、この右の車っていうのは一定のところでフラ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 している。無意識のうちにこういう修正をしているんで、車から降りたら、あ、なんかこの車乗った後肩凝っちゃったなとかいうふうに感じることになるんですね。だから我々の理想としているのは切るで、ハンドルを一定に保って、そこから戻す、この当たり前をやるのが非常に難しいですよね。自分でもその意識していないうちに、そのソーダのね、あの角度が随分繰り返し繰り返しされてる、知らないうちにそういうところに出ていたのかなというのを、無意識のうちにその疲れないでドライブに進んでた、そういうところを改めて説明を聞いて、はっきり分かった気がします。でこれはデミオだけではなくてですね、これ何のペダルか分かりますか。この新世代マツダでいう新世代商品の全ての写真です。ご覧いただくと分かる通り全て同じ配置になってますね。とにかく人間中心でやる、そのためにこの配置をやってます。この新世代商品群を開発するスタートの時には、企業の都合で妥協するのはやめようと、とにかく人間中心で考えようと、一から作り直したと。で、あの全部並べてみて本当にみんな一緒なんだなっていうのはちょっとびっくりしましたね。あの 車種名を隠して見るとどれがどれだか分かんないぐらいそっくりな作りをしてて、改めてそこは再認識しましたね。共通の思想で同じ、あと同じそのコンセプトで作られている、全ての車両が同じ考えで作られているということを改めて認識しましたね。人馬一体、我々が掲げているこの志ですから、この人馬一体の裏にあるもの、まず一つは安全安心、意のままに操るからこそ安全安心に運転できるんだと。意のままに操るからこそ走る喜びを感じられる。で最終的には皆さんの充実感に満ちた生活、これに貢献するんだといった思いが、この人馬一体という4つの漢字に込められた思いです。年に2回買い取ったんですけど、ほんで嫁に2年くらい前に、もう車じゃちょっとしんどいからもう電車で帰ろう、前はこう乗ってて常にこうシートを動かしたり体を動かしてたのが全くないんで、車で伊勢行ったり九州東電帰るのでも車に考え変わったんです。それにはまあびっくりですよね。いつも車ちょっと駐車場でこう眺めてね、ああ元気そうやなと感覚で、今までそんな感覚はなかったですね。車が走るとか速いじゃなくて、もうなんか、まあ、人馬一体いう感覚が、まあ、今日説明で十分は理解できました。車に今はものすごく乗ってどっかに走っていきたい。